ここのね、なんかゲームウェイっていうところなんだけど、ここね、すごいね、ここにね、飲み物とか売ってて、コンビニ的なところなのかなと思ったらさ、これ、ゲームできるんだね、すげえ、やばくない？なんかここだけ異質なんだ、雰囲気が。すげえ。チャス、トトでございます。僕はですね、今これ後ろに見えるかな、あれ違う、こっちか、これですね。はい、僕はですね、今ユニオンステーションという、駅におります。で、今日はね、これから何をするかと言いますと、サムネとタイトルにもある通り、惜しまれながら日本へ帰国いたします。はい、でただ今朝の8時ぐらいかな、はい、8時ぐらいで、9時か、9時ぐらいになります。で今回ね、帰りは、デルタ航空で帰ります。なんですけど、本当はもともと9時40分出発だった飛行機が、2時間15分ぐらい遅延になって11時55分の飛行機に乗って帰ります。今からですね、行き使わなかった、フライアウェイバスっていうね、まあ、直通みたいなバスですね、シャトルバスみたいな、10ドルぐらいらしいんですけど、それに乗って、ロサンゼルス空港に向かっていきたいなと思います。なので、今回の動画はね、日本までの帰国動画となりますが、ぜひですね、最後までお付き合いいただければなと思います。それではロサンゼルス空港へレッツゴー。This one. Thank you. ちなみにね、バスはここから出るらしいんだけど、チケットはね、ここで買えばいいみたい。でね、10バーツじゃない、10ドルなんだけど、このね、僕は、タップカード、これね、これで、払いました。これ渡せば終わりです。で、ちょっと早速ね、乗っていきたいなと思います。OK?Terminal. What? Terminal 1, Terminal 2. 2. 1. Oh, sorry, 3, 2. Delta. 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 一応乗りましたけど、多分ね、映像ではそう映ってないと思うんだけど、めっちゃ暗い。びっくりするぐらい。それだけ、それだけです。めっちゃ暗いですけど、なんか快適なシートですね、うん、でね、ちなみにバスはこんな感じですね。結構ね、ゆったりしてる席は。でね、ちょっと暗いかもしれないけどね、この椅子がネイビーなんで、ちょっとね、暗く見えるかもしれないです。で、ガラスがね、すべてフィルム貼ってあるんで、そのおかげか、車内がめっちゃ暗いです。映ってる映像よりも6倍ぐらい暗い、こんな感じですね。でちなみに所要時間は、40分ぐらいかな、40分30分ぐらいだと思います。で、さっきもね言ったんだけど、このねタップカードでチケットは買います。で9ドル8セントぐらいかな、なんで10ドルこの中に入ってれば、そのままこれを渡して、スタッフがピッてやって、はいって言って戻してくれるだけなんで、何の会話もいらないです。はい、楽でしたってな感じでね、早速もバス動き出したんで、ロサンゼルス空港に向かっていきたいなと思います。Because I told you what I did last night. I recall.
はい、ということで、ロサンゼルス空港のターミナル3かな、ここはに着きました。ただね、分かるかな、これめっちゃ人おんのよ。すごくね、これね、全部デルタ航空なんだけど、人がやばくないか。この人、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 人よ、人、人。今ですね、到着、まあ、出発2時間前かな、今出発2時間前なので、もうこの長蛇なんでね、もうさらっとちょっと先に並んでいきたいなと思います。はい、ということで、チェックイン、出国、まあ、保安検査すべてもろもろ終わってきました。で、今もうね、すでにボーディングゲートの方にこちらに、いるんですけど、ね、さっきね、ちょっとね、伝え忘れたのが、あの、僕今日フライアウェイっていうね、バスで、ユニオンステーションから来たんだけど、どれぐらいだろうな、30分40分ぐらい、空港の直前のハイウェイでめちゃくちゃ渋滞があったので、いつもね、そうなのか分かんないけど、まあ、あのフライアウェイでね、空港行こうと思っている方とか、今後もしいたら、到着予定、例えば3時間前に行こうと思ってたら3時間半とかに行った方、出た方が良いかなと思いました。僕は多分30分ぐらい遅延したかな、到着が、ってな感じでございます。で、一応ですね、今時間が何時だ、10時52分で、あと1時間ぐらいしかないんですけど、ちょっとね、朝飯もそんな食ってないのと、機内食がね、いつ出るのかちょっと分かんないんで、ちょっとなんかどっかで飯でも食べながら、休憩したいなと、休憩というか待ちたいなと思います。ここのね、なんかゲームウェイっていうところなんだけど、ここね、すごいね、あのね、ここにね、飲み物とか売ってて、あのコンビニ的なところなのかなと思ったらさ、これゲームできるんだね、すげえ、やばくない？なんかここだけ異質なんだ、あの雰囲気が、すげえ。ということでですね、これはあれかな、羽田空港に到着しました。はい、久々の羽田空港、羽田空港3年ぶりぐらいです。はい、いつもね、最近成田だったんであれなんですけど、ここからね、羽田空港ついて、まあ、あの新たに変わったビジットジャパンウェブの用いた入国の方をやっていきたいなと思います。まあ、早速ね、なんか着いたみたいなんで、早速行きたいなと思います。ということで、羽田空港出てきました。意外とスムーズに行けたね。一番時間かかったのは荷物の受け取りぐらいでした。
てな感じで、久々にね、日本に、まあ、5日ぶりぐらいかな、に戻ってきたんですけど、まあ、ロサンゼルスね、まあ、総評、まとめると、まあ、良かったです。で、なんか治安もね、思ったほど全然悪くなく、その、なんだろうな、アジアンヘイトとか、そういったものもね、全くなかったんで、まあまあ、ただなんか、ホームレスの方はめちゃくちゃ増えているんだろうな、っていうぐらいもあちこちにいました。なんで、まあ、そこがね、気になる方はあれかもしれないけど、基本的には、まあ、いい街でしたといった感じで、また、近々ね、行きたいなとは思ってます。で、まあ、早速ではありますが、今ね、11月の28日かな、なんですけど、次はですね、もう行き先決まっておりまして、次は、年末年始になります。12月末から、年明けまで、行こうと思っているんですけど、まあ、次の行き先はですね、僕が愛してやまない国の一つでもあります。はい、台湾に行ってきます。で、台湾はね、まあまあまあ、2回目かな、僕、2回目、3回目、2回目か。違うわ、3回目か。3回目で、前回行ったのが2019年の11月なんで、約3年ぶりの台湾になります。で、今回の台湾は、台北の他にもね、ちょっとまだ計画段階ではありますけど、台南、台中、その辺もね、ちょっと行こうかなと思っております。なので、まあ、次の、ね、旅は、台湾となりますのと、今回のこのロサンゼルスの旅はこの動画で終わりになっているかと思います。というような形でですね、まあ、引き続き僕の方は旅に出ようとは思ってますんで、ロサンゼルス編もそうですし、それ以前のね、タイ、シンガポール、ベトナム、マレーシア、韓国、そのあたりの動画もね、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。といった形で、今回のこのロサンゼルスの Vlog 動画はここで終わりたいなと思います。また次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。